タグスタマ神社入り口タグスタマ神社は、長崎県津島市伊豆原町津にある神社。アマテラス大臣、アメノオシホミミノイノチ、でみ、孫、彦コヒにオニ孫、ウカや草吹富豪孫、神武天皇の知性の創立との伝承もあるが、これは、後世の不快であり、正確な創建の時期、事情は不明である。古くは、魂地を伏さずに、タクガシラ神社と称されていた。 縁起式神明帳に、津島国志もあがた軍十三座のうちとして収録される、宅頭神社は、当社に否定されている。祭神は、アマテラス大臣など御柱とされているが、本来の祭神は、被国像の祖神である、宅頭神である。俗日本語記、上は4年2月5日上に、宅と神を、無意から十五意下に除する、胸の記述があり、当社の祭神を指すものとみられる。 当社は、津島特有の信仰である、神仏根虹の天ン信仰の社で、観音堂と一体であり、具僧による祭祀が行われてきた。天ン信仰は、星神信仰、太陽信仰、山岳信仰などが集合したものであり、当社は本来は神殿を持たず、金属の生産である、天ン山の養配所となっていた。明治の神仏分離以降は、 神宮寺であった筒寺の観音堂を社殿としたが、この観音堂は1956年の火災で消失した。盆所所蔵していた大蔵経は長崎県指定文化財となっているが、2012年10月に渡爪神社の銅像如来立像や観音寺の観世音菩薩座像と一緒に盗まれた。2013年1月に韓国に持ち込んで売りばこうとしていた 韓国人グループが拘束され、仏像2台は回収されたが、大造業は神社周辺の農山に捨てたと供述している。ありがとうございます。